果しなく続く永遠を感じ取り失ったりして遠い遠い声が響いた。基本的にこっちでいいんですけど、もう少し視点をこの辺とか、まあ、その逆もしっかり止まらずで、はい、夢のような世界が今僕らの居場所に変わる。その手ですか、はい、スティック忘れて今ちょっとマネージャーに買いに行ってもらってるんですけど、気合は十分です。頑張ります。なんか太鼓とか持ってきといて、どう持ってるの？なんもできん。手で叩けてね。手で叩けて。なんかそれぞれの楽器の絡み方みたいな。絡み方みたいな。結構感想とかもさ、意外と、まあ、ピアノとギターがこうユニゾンしてたりとか、まあ、それに結構近いことやってたりとか。各楽器の絡み方がいい感じです。飛んでいってる時の景色のようなものを音で表現しようとこう作ってた曲なので、音の景色を楽しんでもらえたらなと思います。夢のような世界が今僕らの居場所に変わる。蒼天の下舞い上がった白い羽、胸を刺した異端たちを風に乗ってこう描く。ユニコーンはやったことあるんですか？初めて？初めてぐらいかもしれない。これでめっちゃちっちゃい頃からようやったらお父さんになって思い出忘れたこのインタビューで。いやいやいや、最終的にもうタコ見ずにあげた。タコ見ずにあげた。あれやばかったな。あれおもろすぎたわ。あんまりおもろかったわ。